おさらいからいくか。あれだね。女神の信徒とノエルの話を現在やってますね。1-2、ライトニングは女神の信徒が、夜ごと墓場で儀式を開いていることを突き止める。どうやら事件の車か彼らのようだ。だが墓場の門は固く閉ざさり、侵入は容易ではない。墓場の門を開いて異端者の儀式に潜入するには4つの数字、暗号が必要のようだ。女神の信徒たちは街中で密かに暗号を連絡し合っている。ルクセリオの街のどこかに暗号の手がかりが隠されているに違いないと。で、暗号探索。答えた4つの数字は全て正解だったようだ。これで閉ざされた無名の墓所の門が開き、女神の信徒たちの集会に潜入できる。そこにどんな危険が待っているかわからないがと。で、女神に捧げる儀式。異端の儀式に踏み込んだライトニングの前にノエルが現れた。女神の信徒たちに闇の狩人と崇められるノエルだったが、信徒たちの強行に剣をにじませ儀式の阻止に回る。だが彼はライトニングの協力者となったわけではない。予言通りに解放者を撃つという決意は変わっていないのだ。救世医の治安部隊が押し寄せる混乱の最中、ライトニングを挑発してノエルは姿を消すと。で、光と闇の狩人。女神の信徒らによる流血の儀式を阻止したノエル。だが闇の狩人と呼ばれる彼は予言の書の通りにライトニングを殺すと思い詰めているようだ。一体何が彼をそこまで駆り立てるのだろう。あんたを殺して予言された未来を実現すると言い残し、ノエルは暗黒街に姿を消した。おそらく暗黒街の最後、予言された戦いの地で待ち構えている。決着をつけねばならないってことで。まあ、多分ノエルとバトルになるんでしょうね。目的地は、暗黒街なんで、ここやね。ブルーのびっくりマークみたいなマークあると思うんですけれども。じゃあそこをね、目指してちょっと移動していきます。あれやな、ポーション買わないと。前回さ、墓場になんかめちゃ強いって聞いてさ、そこでポーション1個使っちゃったんですよね。閉鎖区画か。異端が潜伏するには最適な場所だ。こいつやな。僕は信徒の縄張りです。ちょ、もう敵うざい。待って、ちょっと待って。あ、よし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 。あの敵さ、ちょっと何気に強いんだよな。だからあんまり絡みたくないんだよ。さあ、来た来た来た、ここですね。女神エトロの紋章を示せ。よし、墓場でゲットしたな。おお、お邪魔します。はい、セーブしようと思ったけど進んでしまった。あれ、またルミナじゃん。またお前か。子供はこんなところに来るな。平気よ、カオスの子たちが守ってくれるから。ライトニングこそこんなとこまで来ちゃってさ、よっぽどノエルが心配なんだね。縁があるからな、気にはなるさ。彼の方ではあなたとの縁なんて気にしてないのにね。だってノエルは今はもういない人との縁に縛られてるんだから。カオスの子たちが教えてくれたわ。昔々ノエルの隣に一人の女の子がいました。ノエルにとって誰より大事な彼女の名前はユール。だけど彼女はノエルの目の前で死んじゃった。うん。死にゆく最後の瞬間にユールはこう言い残した。泣かないで、また会えるからってね。普通の人ならともかく、ユールは未来を見る巫女だった。彼女の言葉は必ず実現する予言。それでノエルはまた会えるって信じた。ユールとの再会を夢見てずっと待ってきたの。何百年も一人ぼっちでね。そうか、あいつはユールとの思い出を支えに生き抜いてきたのか。思い出だけじゃないんだな。ノエルは未来も夢見てるんだから。この先にある
もう一つの予言の書を見れば分かるよ。予言の書があるのだな、この先。ノエルがあなたを殺す理由。殺す理由知りたいね。ノエルがどうしてそんなにねえ、カズと一緒に、はい、はい、俺な。気をつけてください。彼はライトさんを予言された場所に誘い込むつもりです。はい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 。全てが予言の通りに進んでしまったら、ライトさんの死は避けられません。避けられなければ立ち向かうだけだ。はい。かつてさ、一緒にあの旅をした仲間のお姉さんをどうして殺したかっていうのかっていうね、気になるよな。よし、私を導いているのか。解放者にふさわしい死に場所。あ、予言された。大した敵じゃない。何やこの強心者ども。あ、ちょ、あ、まず、なんか、もったいないことしちゃった。オーバークロック使っちゃった。物理魔法、はい。めっちゃもったいねー、オーバークロック。いや、あれなんですよ、バトルするとね、徐々に回復していくんですけどね。反撃に転ずる。全ては終わる。流れを変える。よいしょよいしょ。本当だ、全然強くないや。ラッキーラッキー。オッケー。残敵なし、光線を終える。縁起でもないことを言わないでください。ライトさんが死んだら世界は終わるんですよ。分かっている。死んだらあいつを救うこともできない。あれ、どこだ。ちょ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 、うざい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 。あ、いてー。これ上通っていくのか。はいはいはい。ノエルは奥に向かったようです。罠があるかもしれません。気をつけてください。はい。アイテムとか落ちてそうなんだよな。ない。やだ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 。逃げる逃げる逃げる。ぴょんぴょん。え、何？あ、ここにいるのか。はい。わあ。白兵戦で粉砕しよう。気になる。ノエルの動機です。なぜアーマで予言にこだわるんでしょう。めっちゃ来るな。実現した未来の見え。よいしょ。運命に逆らうことを恐れている。強心者どもが、ね、めっちゃいるんだけど。もう時間がさ、そんなにないんだよね。もう4時半とかだから、あと2時間で帰んないといけない。門限が来ちゃうからね。なんか早くちょっとノエルのとこたどり着きたいんですけど。よし、無謀な挑戦だった。オッケー。あ、来た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 。ちょっと待って、ここやな。はぁ、なんとかたどり着いたぜ。背負わせたのはこの私だ。ここやね。ライトさん、大事な話があります。はい。よく聞いてください。はい。解放者は1日に1回必
あ、もうすぐで門限来るでってことね。神に気力を捧げ、世界の滅びを遅らせるためです。ライトさんがどこで何をしていようと、朝6時になると、あ、はいはい。自動的に箱舟に転送されます。はい。これだけ忘れないでください。オッケー。よし、行こう。これが予言された運命。うん。カルド者を殺せば新しい世界が誕生する。ユール。そうか。新たな世界でユールと再会する。そう夢見てきたんだな。夢じゃない。この手で実現する未来だ。俺が解放者を倒せば世界は生まれ変わる。今度こそやってみせる。俺は一度失敗したんだ。あいつに勝って世界を救うと誓って挑んだ敵がいた。でもそいつを倒したせいで逆に世界を壊したんだ。あれで世界にカオスがあふれ崩壊が始まったんだ。俺がこの世に滅びを招いた。だけどスノーは俺を責めなかった。ホープは人類をまとめてカオスに立ち向かった。もちろん俺も一緒に戦った。でもどうにもならなかった。俺が引き起こした災いがもうすぐ世界を終わらせる。あの時の過ちを悔やみ続けてもう500年だ。ノエル、世界の崩壊はお前の過ちじゃない。責めを負うべきは私の方だ。誰が悪かったなんて過去の話はもうどうでもいい。俺はこれでも先を見据えてる。あの予言は明日への可能性を見せてくれた。ユールが待っている未来だ。あんたに恨みはないけどさ、予言通り死んでくれなんて勝手な話だよな。だけど死んでもらう。俺はもう500年前とてつもない罪を犯してるんだ。あんたを殺して罪が一つ増えても構うものか。おお、それが全力か。猫耳ライトさん、かわいい。自分でつけたんだけどさ。神様に授かった解放者の力か。サティ2の BGM ですね。力か、それとも人を捨てた力かな。私はすでに人ならざるものだ。人ならざる、人でなしかよ。そうかもしれないな。私はこれまで数えきれない命を奪ってきた。まともな人間なら罪の意識に潰されているだろうが、こうして歩いている。もう一度セラに会いたい。そんな身勝手な思いだけで戦い続ける私は多分人手なしなのだろう。お前は違うな、ノエル。世界に未来をもたらすためでも、ユールに巡り合うためでも、私を殺す覚悟がない。お前はまともな人間だよ。たとえ世界を救うためでも誰かを殺す理由にはならない。心からそう思っているからお前に人の命を奪えない。戦っても無駄、そう言いたいのか。そうだ、時間の無駄だ。世界に残された時は限られている。お前と遊ぶ暇はない。邪魔をするなら切るだけだ。ふざけんな。あんた本当にライトニングかよ。ただセラを救いたいだけの機械のような存在だ。お前を憎んでもいないのに目障りというだけで殺そうとする人でなしだ。じゃあな、ノエル。
死んでユールに会うがいい。ライドさん。そうだな、会いに行く。でも生きて会うんだ。ユールが待つ未来、予言が約束した未来は俺の手で切り開く。あんたを倒して切り開くんだ。いや、新旧主人公対決ですわこれ。予言が約束した未来、私を倒し手に入れろ。ライトさんはセラに会いたいし、ノエルはユールに会いたいんですよ。待って、物理攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと、効果が高い。あ、まあ、物理魔法攻撃か。タイミングよく技をガード。いで、カオスに涙を流せ。来るがいい。上等。なんだ？これは。で、全然削れないんだけど。反撃に転ずる。ちょっと待って、これポーション使うか一個。よし。このゲーム。やるやんけ。ちょっと待って、普通に強い。やばいやばい、まだ半分も削れてないんだが。やった。あメテオザベリンって何？怖っ。やるやんけ。カリウドの誇り。あ、バフかけた。カイアスみたいやな。怖い。
超攻撃ガードして、死を思うがいい。ようやく削れてきたかな。いや難しいねこのゲーム本当。じゃあポーション使っちゃおう。使い時だ。オッケボス戦は特に本当はあんま喋れなくて申し訳ない。読まれるものか。いで邪魔だ。使おう。ほいな。何してやる。まあ、勝てるとは思うんですけど。いで怖い。よし、最後のノックアウト行きたい。くー、あとちょっとなのに。まあ勝てればいいや。ありがとうございます。スラタンや。